はい、これが出てる通りなんですが、今8804のこのいいねがついてますね。655件のコメントがついてます。国会知るっていう SHIRU、 はい、まあこれノートにちょっと書いときますけども、はい、あれ、チャンネル登録しました。はい、そういうことで、僕は汚い日本人の血が流れてるっていうことですね。まあこういうふうに、思ってるわけですね。言ってる人がいるわけですよ。うん、僕は汚い日本人の血が流れてるっていうね。うん、汚くないと思いますよ。うん、全然ね、汚い人なんていない、いないですよね。うん、私はもう言いたいことはいっぱいあるけれども、どうしようかな。私もやっぱりですね、思っちゃうんですよ。自分はダメ人間なんだって思っちゃうんですよ。で、私自身、私のこと言ってもしょうがないけど、私自身は、まあ少しだけですけどね、少しですけど、ピアノ弾けるようになったので、まあ全然大したことないですけども、将棋は弱いですけども、将棋好きだし、本読むの好きだし、でも本もですね、なんかね、いろんな情報を知ってけば知ってくほどですね、面白くなくなってっちゃうんですよね。この三角ピラミッドのことをですね、どんどん知って、もう普通にですね、なかなか楽しめなくなってきちゃってるんですよね。だから昔だったら、なんだろう、なんかね、いろんな小説の面白いなと思ってたんだけど、例えばこの間の3億円事件はね、全部ねフェイクだよってね、出てね、やっと出たんですよ。私ずっと思ってたんで、3億円事件ね、ずっともうこれは全部嘘だろうって思ってたんですよ。ね、浅間山荘はずっと言ってきてましたけどね、浅間山荘事件全部もう演劇ですからね。それずっともう長いこと言ってきたので、日航機だってね、日航機はね、興味のある人が多いですけど、私は全然知らなかったんですよ。だけどもうこれだけ情報をね、いろいろ知ってしまったら、やっぱりですね、事故じゃないんですよ。日航機の事故は事故じゃないんですよ。やっぱりね、520っていう数字がよく出てきますよね。520ですね。あとはもういっぱい載ってますんで、だから作られてるわけですよ。生贄なわけですよ。そういうのね、全部ね。いろんなことですね。もう私もう3年半以上ですね。以上ですよ。もうこうやって毎日毎日ね、パソコンと戦ってね、毎日毎日ね、時間だけはあるので、人の何倍も見てんですよ。一日中ツイッター見てますからね、お味噌チャンネルの、お味噌さんじゃないですけどね、あの方もね、そんくらいやんないとあの動画作れないですよ。もうずっと見てんですよ。もう疲れるでしょうね。私、くたくたになって、もう何回もやめたいなって思ってたんですけど、やっぱやめれないですよね、こんななっててね。僕は汚い日本人の血が流れてるなんて、この見ちゃったらさ、ほっとけないですよね。この言葉を言った人と私は話がしたいですよ。そんなこと絶対ないのでね。私ももう日本人ですよ。別に、
ね、ずっと遡ってね、家系図とかね、そういうのね、あれしてったらね、結局はどうなっていくのかって言ったらみんな一緒なわけですよ。ところが、なんかこんななってんですよ、この世の中はね。別にね、何色の肌とかね、なんだっていいじゃないですか。そうやって生まれてきちゃったのは、自分のせいじゃないから。わかんないですけどね。私は何もわかんないですけどね。人間レベルではわかんないことかもしれないけど。まあ言いたいことはちょっといっぱいあるんですけど、長くなっちゃってすいません。ということで、こちらの、もういろいろ情報をね、だから争わせてるわけですよ。争わせてんですよ。ただやっぱりバランスとかそういうのあるじゃないですか。バランスとかね。だから日本、世界統一政府ってみんな言ってんじゃないですか。統一政府ですよ。世界統一政府ってね、これができたらやばいってね、言ってんじゃないですか、本当にね。本当に全部支配されちゃってね、何もかも、もうすべて監視されて支配される世の中を作ろうとしてるわけですよね。で、そんなのいっぱい出てるので、陰謀論とかね、陰謀とかね、陰謀とかそういう話じゃなくて、本当にそうなってるわけで、だからこんなのが出てきてね。転校すればいいんだよね、まず学校だと思うのでね。学校だと思うんで、転校できないのかな。そんなとこにいたら、もう絶対幸せにならないじゃないですか。だから、今のこの社会って、この状態っていうのは、一般庶民は絶対幸せにならない社会システムなんですよ。もう一回言うんですけど、今のこの三角ピラミッドのこの社会っていうのは、誰も幸せにならない社会なんですよ。そうですよね。会社とかおかしいんですよ。人が人を支配するのっておかしいんですよ。ここは誰々の土地ですよなんておかしいんですよ。誰のものでもないんですよ。地球のものなんですよ。全部地球のものなんですよ。また我々は死んだら地球に戻るだけなんですよ。それで、私が一番ね、長いことね、こうずっと毎日毎日パソコン見てきてですね、今のところですね、今のところですよ。今現在の時点では、これまた明日になれば変わるかもしれないんですけど、南 A. アシュタールさんの言ってることが、いろいろ腑に落ちるんですよ。腑に落ちるんですよ。ただ、全部じゃなくて、すごい反発心もすごい起きるんですよ。反発心も起きるんですよ。それ見ればわかるんですよ。みんな反発してる人がいっぱいいるから、ね。反発してる人がいっぱいいるので、だから、それも、どんどん動画に撮っていこうと思ってんですよ。ね。ここはどうなんだとね。この世界をね、宇宙人が支配してんならね。宇宙人が支配してんなら、それは、その宇宙人はどこにいるんだっていうことですね。モーツァルトの最後の曲は、レプティリアンなんですよ。モーツァルトって有名なモーツァルトですね。の最後の曲は、レプティリアンなんですよ。で、モーツァルトはフリーメイソンなんですよ。モーツァルトはフリーメイソンで、最後の曲はレプティリアンなんですよ。だからね、あとはね、超次元ライブとか、南アシュタールレディオさんとかね、いろいろ、ね、私の動画見るぐらいの方は、いろんなこと、とこの、のみ、ご覧になられてると思うんですけれども、そのぐらいちょっと録音させていただきました。どうもすいません。また動画撮ります。失礼します。